はい、今回からはね、こちらのミッション、Gone with the Wind。こちらの方、やっていこうと思うわけで、1個目は GT3 と GT4 のコンソールのオーバーテイクですね。時間かかっかな。サクッと終わればいいんだけど、ああもう全然ダメ、全然ダメ、もうトラコン入れよう。全然こんな使いづらかったっけ、アウディって。そんなことはなかった気がするんだけど、使いづらいようなイメージは。いや、めっちゃ滑る。全然タイヤがグリップしないんすけど、グリップしてる感がないんすけど。コーナー立ち上がりで、すげえリアが滑っていく感がすごいある。まあ、リアの方が重たいからしゃあないのかもしれんけど、そんな、そんなにドラコン入れりゃもうどこからでも踏もうと思ったら踏んでいけるから、そこまで苦戦はしないけど。うん、富士に比べたら、富士に比べたら楽だったかな、まだ。すげえ滑った。後ろがすげえ滑る。まあそれほど時間はかかってないからいいとしてと思ったけど、これがあるんだった。ハイスピードリンクの30分、雨雲レーダーと2種類のウェットタイヤを駆使してベストなレース戦略を組み立てよう。グループ3でウェットタイヤ持ってるやつってあったっけ。え、アウディ？結局アウディ？ソフトとヘビーウェットか。まあいいや。減りゆくタイヤとの戦い。どのタイミングで雨が降るかだよな。ハイスピードリンクの30分か。20何周とかって。だって、
車を変更してでの一戦。こう考えると R8 は速かったんだな、ストレートがバカっ早かったんだな。コーナーは高速コーナーはすげえ気持ちいい、でもストレートが遅い。雨降ってきた。この雨降ってきた状況でどうなるかだ。こっちは1分10秒台でちょっとペースをコントロールして走れたらいいかな。燃料 6.7、 11周か、11周か。ちょっと雨が増えてきた、気をつけていかんと。まだグリップはするけど危ない。マジこれ以上降ってくるどうなる。3分の1で止まってんなら別に。タイヤに変えるか、どうせもう一回ピットせなあかんし。見た感じスリックタイヤにしか見えない。あ、遅かってレーシングソフトのままっていうわけでもないのか。満タンで満タン。あ、鳴ってるわウェット、ヘビーウェットに変えとこ。2秒のマージンがあるから うっせやろ。やっちまったぜ。最終ラップでスピンだ。もう鬼ブロックで行くしかねえ。ライトルで鬼ブロックだ、鬼ブロックだ、鬼ブロックだ、鬼ブロックだ。いやー、反則ギリギリの技ですね。反則ギリギリで終わりました。いやー、最後のスピンが痛い。最後のスピンしたけど、まあ最後反則ギリギリの、反則ギリギリのブロックで、もう反則と言われても仕方がないブロックでクリアした。じゃあ次だ、スリップストリーム。最高速400キロ。いいね、こういうすぐ終わる系がいいね。ハイスピードリング30分とか、疲れるわ。こういうお手軽なやつがいいな。
マクラーレン、まっすぐ走ってくれ。ほい、マクラーレン。スリップ。すげえ。すんげえ左右に振られる。サンキュッパだ。サンキュッパでリトラー。まで引っ張りたいな、引っ張っていきたいな、ギリギリまで。401キロ。いやー、パレー400キロ。あえよ。タルトサーキットの旧コース、試験がない旧コース、あえー、401キロ。いやー、こういうあっさりしたミッションがいいな。時間のかかるのは辛いわ。あ、ドラッグレース、いやもうずっと同じ車でいい気がする。04GTR だけでいい気がする。別に他の車を使う必要はない気がする。何か知らんけど相手が、あかん、失敗。いやー、頑張れ頑張れ、加速しろ。よーし、あ、飛ばしちゃった。まあいいや、次これか。燃料でどれだけ遠くまで行けるかってやつか。オッケーオッケー。それもニュルか。北コースか、それともグランプリコースかな、どっちかな。はいはい、分かってますよ。エコチャレンジ、距離でしょう。8888メートル、北コース。ゆっくり、もう多分こんな、こんなんがずーっと惰性で生きる分にはもうずーっと惰性でずーっと。
もう1キロか。いやー、登りがつらい。この辺から登りがつらいなー。長いなー。7割、残り70%。来た。下りだ。下りになってきましたよ。こっから勝手に加速していくよ。クラッチ踏んでニュートラルになってくれればいいんだけど。設定ができてないのかわかんないけど、なってくれないから。なったらもっと行くでしょ。もっと加速するでしょ。登れ。一応下ってはいるか。ここでちょっと登って、また下る。ここで下っ、ちょっと登ってすぐ下る。登って、下って、ドライブだな。森ん中ドライブしてんな。あ、もうゴールドだ。まだ半分も残ってるんだけど、燃料。余裕なんだけど。余裕っちゃ余裕なんで、あ、ゴールド取れましたね。8キロ。あ、ここがつらい。ここアクセル踏まんと登っていかない。ここからの登りがきつい。ああ、なくなる。ガソリンなくなっちゃうよ。11分もこんなことしてる。ああ、なくなる。燃料がなくなった。1万と505キロ、5メートル。1万と505メートル。こんなん見せられてもいいでしょう。ただ惰性で走ってるだけだから。時間のかかるやつばっかやな。